タダイと呼ばれるユダ、あるいはユダただい、ユダたでオ、聖ユダは、新約聖書に現れるイエスキリストの弟子の一人、タデウス、ファディとも表記される。マタイによる、福音書、マルコによる、福音書で、タダイと記された人物と、ルカによる福音において、ヤコブの子ユダと記された人物がおり、伝統的にこの二つの名前が同一人物のものとして解釈されてきた。 イエスを裏切ったイスカリオテのユダとは別人である。タダイと呼ばれるユダについての伝承は混乱している。ショウヤコブの兄弟であったともイエスの親族だったとも言われる。一方で主の兄弟ユダとユダタダイは別人であるとする伝承もある。タダイと呼ばれるユダは、正方ではイエスを裏切って自殺したイスカリオテのユダとの混同を避けるために意図的に軽視されてきたようで、 忘れられた聖人とさえ呼ばれた。それは、聖法の神徒たちがユダの名において祈りを捧げるのを避けたためであった。聖法ではユダは敗北者の守護聖人になっている。一方、タダイは伝承ではバルトロマイと共にアルメニアに宣教したとされ、この地方では厚く数形される。アルメニア使徒教会の名は、タダイとバルトロマイによって建てられた教会を自負するところから来ている。 新約聖書では、多大と呼ばれるユダに関する記述は少ないため、以下の情報はほとんど伝承によるものである。イエスの出身地と同じ地方であるガリーラヤのパネアス、生まれのユダは、イエスに従った婦人の一人、マリアの子であったという。父クレオパは、キリストの復活を恐れずに述べ伝えたために、殺害されたという。ユダの兄弟の一人であるヤコブは、初期からイエスに従った弟子であった。 小ヤコブは一部の伝承において、使徒弦公録等に現れる主の兄弟やコブと同一視され、主の兄弟、ユダとユダ名多大の同一視が生じる。ここでは、彼らの母クレオパのマリアが、聖母、マリアのいとこであるとされ、このことが、主の兄弟つまり、イエスの親族という故障の根拠であるとされる。この伝承は主に西方で流布している。一方で、 東方の伝承には、主の兄弟とは、ナザレのヨセフの子で、イエスのイボ兄であるとする伝承系統があり、ここでは、ユダ多大は、主の兄弟とはみなされない。イエスの親族ユダは後に結婚して、子供を設けたようで、95年頃に生存していた、ユダの子孫についての言及がある。古代の資料では、主の兄弟ユダが、ユダや、サマリア、イドマや、シリア、 メソポタミアからリビアで福音を宣教したとされ、62年にエルサレムに戻って、兄弟シメオンのエルサレム司教としての任命において、協力したと言われている。このユダは、兄弟シモンと共にペルシャで殉教したのではないかと考えられている。伝説では、彼の意外は、ローマに運ばれ、現在のサンペエトロ大聖堂の場所に埋葬されたと言う。ユダの絵は、 しばしば光感を伴って描かれるが、これはユダが他の人たちと共に精霊降臨において精霊を受けたことを示している。西法で忘れられた聖人ユダへの信心が盛んになったのは1800年代に入ってからである。それはイタリアとスペインで起こり、南アメリカを経由して1920年代にシカゴからアメリカ合衆国全体へと広がっていった。 聖ユダイの9日間の祈りは特にヨーロッパからアメリカへ渡った移民たちによって世界恐慌から第二次世界大戦に至る困難な時期によく唱えられていた。1001のランプが組み込まれた世界最大のオイルランプはインドのケイララ州クータッククラブの聖ユダ教会に設置されている。聖太大の記念日はカトリック教会では10月28日であり、 正教会では6月19日に祝われている。ありがとうございます。